Yudai Fujita、はい、50 Shiro Katahira、はい、どうもぷかぷかチャンネルです。この動画は2022年スロベニア世界選手権2日目の様子をお届けいたします。2日目の朝は期間中で最も天気が悪かった日でした。飛べるかどうか微妙で、タスク数は2つのみでした。会場からの一斉離陸で会場の南北に複数のターゲットが置かれ、その中から2つを選ぶという自由度の高いヘジテーションダブルでした。ヤズヤバルーンチームはチーフクルーのかなこさんが体調不良でダウン。主力を欠くピンチでしたが、タスク数が少ないのはラッキーでした。かなこさんがいないこともあって、フライトの動画素材が少ないので、オープニングセレモニーの様子を流しています。非常に不安定な風向きで、世界トップレベルのパイロットたちでも、こんなに方針が分かれるのかと、見ていて面白くなる展開でした。最初に離陸していったスイス、オーストラリア、イギリスの有力選手たちは北側のターゲットを狙っていきました。カリガネジャパン、アメリカ勢捕獲後半組は、離陸とともにたまたま変化した北風に乗って南のターゲットを目指します。低空にしか吹いていない北風を逃すまいと、たくさんの気球が低空飛行していく様子は、世界選手権ならではの迫力がありました。ターゲットへ向かう道中も、風が変わっていきます。北側を目指していた前半組は、ほとんどがターゲットにたどり着かなくなりました。しかし、さすがですね。そんな遠回りを強いられても、根性で南のターゲットに戻ってきて、しっかり得点を持っていく姿に感動を覚えました。一方、幸先よく初めから南に迎えていたカリガネジャパンですが、南に行けているからといってアプローチができているかというと、そうではありませんでした。こちらも風がコロコロと変わり、苦戦を強いられます。そんな中、地上クルーが自在に動き回るアメーバ作戦が、その力を遺憾なく爆裂発揮させておりました。カリガネのパイロット4人が共通で目指していたターゲットに対し、雄大と3世は東側に外し気味で、なかなか近づけないで粘っていたのですが、全体的に東に流れ始めていることを察し、ノーマークだった東側のターゲットに狙いを変更していきました。突然のターゲット変更にも、アメーバ作戦で木村チームがすでに配置されているために、即座に対応し、地上風の情報を送ります。そのスピード感があって、雄大も3世もエリアにドロップ。雄大は956点の高得点を獲得。そのままカリガネパワーで2つ目もまとめていきました。2タスクで近本の方角にもターゲットがあるという設定でしたが、難しい数でストレスの多いフライトになりました。午後にはかなこさんも復帰してチームもフルパワー全開でぶっ飛びます。ご覧いただいている通り、結構風速がありますが、何のその、フライイン一本が敷かれました。このフライトで印象深いのは、離陸地選びに、気象班リーダーの宮田くんが、気象班の解析力をこれでもかと見せつけてくれたことでした。離陸候補地を探しながら、パイバルを補給するパイロットたちは、サーマルで定まらない風向を見ながら、あっちでもないこっちでもないもうどっからいいのかわからないと、右往左往していたのですが、宮田くんの解析から、サーマルが落ち着いたら北風になるという言葉を信じ、離陸候補地を決定しました。カリガネジャパンが誰もいないフィールドに陣取って風が落ち着くのを待っていると、次々にスイス勢や他のパイロットたちがやってきました。この解析力によって、離陸地を先取りできるのがアドバンテージになるのです。世界ナンバーワンのステファン選手が後から同じところにやってくる、というのは、なんだかいい気分になりますね。何機か先に飛ばさせてから、カリガネも離陸していきます。先に飛んでもらうのはパイバルになってもらうためでもあります。スピーディーにもかかわらず5000フィート近くまで上昇して急降下でアプローチをしていく、このドキドキ感はたまらないです。世界選手権で問われる飛行技術の一つにこの高高度からの急降下の正確性があります。高いところから降りてくるとなると、その間に吹いている風の総すべてのスピードと方向を正確に把握し、かつ自分の気球がどのように動いていくのかを想像しなくてはならないのです。高ければ高いほど間にある風の層の数は増えますので、難易度が上がっていきます。難しい分バッチリ決まった時の気分爽快ウキウキ感はたまったもんじゃないのでしょう。また日本国内の上限高度は4000フィートくらいが多いのですが、世界選手権となると1万フィートにもなります。倍以上の空域を把握しなくてはいけないのですよ。上空に行くほど層の数は減っていくことが多いので、
覚える数が増えて混乱すると心配しなくても大丈夫だ。ポイントは降下しきるのにかかる時間をしっかりイメージすることだと思う。4000フィートから地上までに降下していくのにかかる時間のイメージで下ろしていくと、当然全然間に合わなくなってしまう。機体を変形させながら急降下することは誰でもできるけど、世界トップレベルのパイロットたちの降下のタイミングや他の気球とぶつからないように他の気球の動きも把握しながらの急降下、旗から見ていてもすごい迫力なんだ。そしてまた海外の選手たちはこれがうまいのよう思う。でもね、有名選手と並びながら急降下していって、こっちの方が内側だなんて時があるとたまらんのよね。さて、雄大の急降下も良いところに落とし込めたような。この選手もまあまあ急降下はうまいんだよね。それにしても結構風速があるから、本当に一発勝負、降下タイミングが数秒ずれても命取りになるのだから、会場に入ってくる選手たちはすごいですよね。地上の数だって常に一定方向ってわけではないんですよ。それに合わせていくってんだからね。どいつもこいつも大したもんだってんだ。それではここでチキチキ将軍さんのマラソン大会の様子をご覧ください。さあ今年もやってまいりました、チキチキ将軍さんのマラソン大会。今年で第20回を迎える今大会ですが、最高のコンディションですね。はい、今年の将軍さんは例年以上に仕上がっていますので、そのパフォーマンスにも注目していきたいですよね。そうなんです。まずはエントリーナンバー1番の将軍さんのプロフィールを紹介させていただきます。将軍選手、 30PE 都市、茨城県からのエントリー。ランナーとしては茨城県内で抜群の低評価を持っています。見てください、このスピード感、素晴らしい。惚れ惚れとする走りっぷりですわね。しかもこの将軍選手、ランナーとしての才能だけではなく、熱気球のパイロットとしても素晴らしい才能をお持ちなのですよ。2016年の世界選手権にて初出場ながら日本勢最高順位の8位を獲得し、トップ10入りを果たしました。さあ雄大の気球が会場に入ってきましたよ。気球の動きもかなり速いですね。間に合うのか。頑張れ将軍選手。この夕暮れの会場の雰囲気もまたいいんですよね。爆音のミュージックで飛んでいるパイロットたちもテンション上がりますよ。佐賀のバルーンフェスタもそうですけど、会場の BGM って結構飛んでいても聞こえてくるし、テンション上がりますよね。よかった将軍選手、間に合いました。今回の世界選手権の直後に開催されました一の関バルーンフェスティバルで、彼の飛びっぷりを地上から見させてもらいました。ここからアプローチしてほしいなと思うラインに綺麗に乗せてくる感覚に興奮冷めやらずでした。地上風をたくさん使うことのリスク管理をきっちりと行った、上から針の穴を刺すようなアプローチができる高い操縦技術を持っているのですよ。私はね、彼こそが次の日本代表にふさわしい選手、世界で戦える選手だと確信しております。すごい、そんなこと言っちゃって大丈夫なのですか。大丈夫大丈夫、将軍さんは幅広い層に人気がありますからね。これでこのチャンネルも安泰ですよ。将軍様様様です。皆さんはもうお気づきだろうか、実は午後の部の冒頭部分の映像で将軍さんが映っていたこと。午後のフライトにもかかわらず雄大はいいアプローチをかましてきましたね。しかもわずかな高度で変わる風を乗りこなして修正までしている。グラビティで 1.41m、 これは激圧ですわ。しかし直後にさらに内側に入れてくる選手がいる。これが世界選手権、激しすぎるぜ。2日目が終わって10タスク、噂では雄大が首位に立っていたとかいなかったとか。寝て起きてフライトして食事してすぐ寝て起きてフライトしての繰り返しで、体調管理に全集中でリザルトを気にする余裕がないくらいハードな日々なのです。しかしそんなハードな日々の中で日に日に集中力を増していく仮金ジャパンのメンバーたち、次は大会の中日となる3日目をお送りします。泣いても笑っても一度きりのこの世界選手権、どのような形で折り返していくのかお楽しみに。ご清聴ありがとうございました。それではまた明日。